認定こども園整備計画の見直しについて質問します。具体的なことはこの場では申し上げられませんが、同僚議員と2人でアンケートを実施しました。アンケート結果についてどのように捉えているのか伺います。新築移転することが急がれるということを改めて認識させてもらいました。旧丹波と公園予定地にはですね、吉田地区認定こども園を作ると決める前の状態に戻ったという認識でおります。本定例会初日において市長の所信表明がありました。その中で対話からの前進を軸に多様な意見を汲み取る寛容さで改革を実行すると表明しています。対話とは一方向でなく双方向で議論するということですが、市民や議員、職員に対して具体的にどのような機会を作り、どのような方法で対話を進めようと考えているのか伺います。対話を進めていくにはまずお互いの意見をしっかりと耳を傾け尊重し合うことが大切だと思っております。常に相手に対する敬意を持ち対話を進めてまいりたいと思います。そして具体的に議員、市民、職員それぞれに対してどうするかというご質問です。議員の皆さんに対しては所信表明の中でも触れました通り、この4年間市議会との関係を過去に例を見ない対話のない状況が続いておりました。この閉塞感を打破するため、例えば全員協議会の開催等を考えに出席を考えております。私自身としましては対話の場を積極的に実現していきたいと思っております。市民の皆さんに対しましては共にまちづくりを進めるため、市民との対話による、市長との対話による意見交換会を考えております。市民の皆さんの姿勢に理解を深めていただくため、対話集会を開催していきたいと考えています。例えば市がテーマを設定したテーマ別の集会、住民自治組織との地域別集会、あるいは各種グループとの集会などを想定しております。最後に職員の皆様に対してですけれども、宍戸議員への答弁の中でも申し上げました通り、機会あるごとに対話をしてまいりたいと思っております。時には同じ目線で、時にはリーダーとして提言や進言を行っていきたいと考えております。認定こども園整備計画の見直しについて質問します。最初の質問です。市長は就任早々に吉田町中心部の3保育施設を旧丹波アート公園予定地に統合移転する認定こども園整備計画について、移転先については現在ある吉田小学校区が望ましいと記者発表されました。極めて合理的な判断であると思っていますが、現時点での具体的な取り組み状況について伺います。はい、お答えします。所信表明でもありますように、吉田中心部の公立の3保育園に産保育施設を移転するということについては、吉田小学校区内の建設についてただいま準備を進めております。複数の民有地も新たに候補地に含めて、進めておりますが、土地所有者の方の関係もありますので具体的なことはこの場では申し上げられませんが、近々お示しすることができる段階まで来ておりますので、今しばらくお待ちいただきたいと思います。以上です。私は同僚議員と2人で今年の1月下旬から3月下旬にかけて、吉田保育所、三ツ谷保育所、吉田幼稚園の保護者と吉田小学校区、地域でいうと吉田地区と丹比地区の住民へ認定こども園整備計画についてのアンケートを実施しました。アンケート結果については関係部署の企画部、福祉保健部、教育委員会に提出しています。市長はアンケート結果についてどのように捉えているのか伺います。先ほどご紹介いただいたアンケートについて拝見をさせていただきました。共通しているのはやはり災害のリスクに対する保護者の皆さんの不安が大きいかなと思いました。先日も、20日ですかね、一般質問の後、副所見部長と担当課長と一緒にですね、産保育園の方をちょっと訪問させていただきました。そしてそちらで現場の意見もお聞かせいただき、現地も確認させていただきました。そういった意味からも速やかに、この不安をですね、解消するために、新築移転することが急がれるということを改めて認識させてもらいました。そして、
当初ではですね、丹波跡公園予定地には2030年、という予定もありましたけれども、それを1年でも2年でも早く建設できるように今進めておりますので、そういった意味で、早く建設できるように、そして候補者の皆さん、地域の皆さんが安心してもらえるように進めていきたいと思っております。以上です。吉田小学校区への移転が明らかにされましたが、先ほど保育所の方へは市長も訪問されたということでありますけど、保護者や地域住民、保育事業者など関係者への統合移転についての説明はどのように考えているのか伺います。はい、建設場所が最終決定しましたら、議会の皆さんにご説明を申し上げますし、関係者の皆さんにも広く周知をして、ご理解いただいた上で、進めてまいりたいと思っております。藤本市長は、こども園の開園までに災害リスクのある気象条件が見込まれる場合、一時的に保育できる場所を確保する意向を示していますが、具体的な計画があれば伺います。はい、現在災害の危険のあるリスクが発表されたときにはクリスタルアージョへ避難をして保育をしております。しかしクリスタルアージョがもう予約が入っているとか、同じ一般市民向けの災害の避難場所になっている場合ではちょっと保育するのが不可能な日もあります。実際過去にあったということも伺っておりますので、現在民間の施設をクリスタルアージョに代わる施設としてお借りできるように今手続きを進めておりますので、こちらの方も手続きが整えば皆さんの方をお示ししていきたいなと思っております。以上です。はい、クリスタルアージョが使用できない場合も想定して、民間施設が使用できるよう調整しているということですが、まだ調整段階で結果は出てないということでしょうか。先方にはご説明をしてご理解をいただいております。あとは事務的な手続きで、具体的なところをどうするかというのをトイレとかいろいろありますので、そういったところを考えているところであります。吉田町山手の旧丹波跡公園予定地は公園機能に特化するとしていますが、現時点での具体的な計画について伺います。はい、お答えします。旧丹波跡公園予定地にはですね、吉田地区認定こども園を作ると決める前の状態に戻ったという認識でおります。公園として整備することを軸に、どういったものが加えればいいかということを含めていろいろ検討しております。旧丹波跡公園予定地が約9000平方メートルと広大であることから、公園機能と災害時の防災と避難機能を備えた防災公園にできないかと思います。市長の考えを伺います。先ほどご提案をいただきました防災公園という部類についても含めて検討していきたいと思います。周辺の道の駅のあった方の防災機能も含めて検討していきたいと思っております。